アメリカ艦、ワイオミングと交戦中の長州艦隊。ワイオミングの向こう側にいる2隻の洋式艦のうち、いずれかが、甲信丸。甲信丸は、幕末に、長州藩で建造された西洋式帆船。下関戦争で、アメリカ海軍と交戦して撃沈されたが、復旧されて、長州政党に際しても、幕府軍を迎え撃った。早くから、軍政改革に、 積極的だった長州藩は、1857年1月に、萩の尾端浦の恵比寿が美造船所で、同藩最初の洋式軍艦、平身丸を竣工させた。しかし、同年9月に造船所は閉鎖されてしまった。1858年に、須府正之助が、反政の実権を握ると、安政の軍政改革の一環として、再び軍艦建造が試みられることになった。 山田またすけが建造責任者に任命された。先の平心丸が君沢型帆船の建造経験者を招聘して進められたのに対し、今回は長崎へ技術者13人を派遣して、オランダ人から習得した知識をもとに建造が行われた。山田またすけの式で再興されたエビスが微造船所で工事が進められ、1860年後から6月頃に、 春光。平信丸と同じく春光年の江戸にちなんで、光信丸と命名された。光信丸は、さきの平信丸に比べると、大型の木造搬送軍艦であった。洋木は、全長約43メートル、幅約8メートルと、平信丸の2倍、近い長さで、そのため建造費も約5倍と高額になった。ただし、洋木は、赤間関海鮮記事によると、 全長115フィート、幅26フィートとなっている。マストも1本、多い3本で、搬送形式は、平身丸と同じ重搬主体のスクーナーとする資料も、あるが、交戦したアメリカ海軍の記録によれば大搬主体、最高尾マストのみ重搬送のバーク型である。武装は30近砲6問を備えた。ワイオミングの攻撃で、撃破されつつある、長州艦隊。 爆発しているのは、神術丸で、左奥の二隻のいずれかが、後進丸。竣工した、平進丸は、長州藩の軍艦として配備され、練習艦として使用された。赤間関海戦記事によれば艦長は、山田博士二郎。長州藩が、上位結行に踏み切り下関戦争が始まると、松島剛志の指揮で、アメリカ商船、ペンブロークなどを攻撃した。しかし、 1863年7月16日、アメリカ軍艦、ワイオミングの報復攻撃を受けて、人術丸と共に砲撃で撃沈された。なお、この、ワイオミングとの交戦の際には、本艦か、水野とい丸の砲弾一発が、ワイオミングに命中し、アメリカ兵3人、戦死、4人負傷という数少ない反撃打を加えている。下関戦争後に、 本館は復旧工事を受けて再収益した。第二次長州政党では幕府法を迎え撃つために出撃し、文字上陸戦支援の艦砲射撃を実施。その際に両艦おっちゅう丸を指揮していた坂本龍馬の目撃記録によると、小倉藩砲台の反撃で被弾損傷している。後の母親戦争でも、蕎麦、富士見の戦い前に、 徴収判定を輸送するなどの活動を行った。ありがとうございます。